皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、雲野隆です。えー、今日も私の著書、えー、週刊手帳術の本の解説をしたいというふうに思います。で、今日のテーマはですね、まあ、私の中の、その My PDCA っていうのがあるんですけども、まあ、その中の、えー、計画っていうところの、さらにちょっと同じことを使ってるんで、ちょっとややこしいんですけども、まあ、プラン、 っていう計画のところをちょっととお話ししたいと思い思ますで、まあ、あの計画って私は一言で言っても実際にはそのスケジュール予定を組むということと、えー、それを例外なく、えー、始めるという、まあ、プレイという、まあ、2つがあるよというお話をずっとしているんですけども、まあ、その中の最初の,その、えー、プランのところなんですけども まあちょっとその左側のそのやりたいこととかやらなきゃいけないことをすべてやることというふうにま,あまとめてであのその書いたことの優劣がないようにするということをまあお話をいつもしてるんですけどもその、えー やりたいこととか、まあ、要は自分の都合とか、まあやらねばならないこと、まあ、人の都合とかっていうのを、まあ、全部同じにするということをまあ決めてはいるものの、あのー、そうは言っても、まあまだ自分のそのやりたいようなことはまだいいんでしょうけども、その誰かに指示されたり命令されたりして、まあ え言葉は悪いんですけどやらされちゃうみたいなこともきっとその生きていくうけであでまああることでまあどっちかというとよくあることということになったりもするんであのまあ私の中ではその例えばね価値観みたいなあの価値観に沿っていきましょうなんてよくこう手帳術だの仕事術だので言われていることがあると思うんですけど私自身 そういうことってほとんどない。逆に言うと、価値観に沿わないことを言われたときにどうしなきゃいけないかっていう、そっちの方がすごい大事だと思ったりもするんで、ただ、それをやらないとか、その、私の価値観に合わないからできませんとかって、そんなこと言えんのかって言われると、多分言えないっていう人の方がの圧倒的に多いと思うんで、まあ、 私自身の,その手帳術とか考え方っていうのは、そもそもそういうことを何とかするために考えるべきことであって、自分のやりたいことだったらもう本当、あの変な話ですけど、価値観とかそんなのなくても勝手にやるんだと思うんで、そういうことをその手帳の中に書き,書き込むっていうことじゃなくて、むしろその自分の中にうまく、<laughs> こう合わないことをどうやってやっていくかというところがまあ大事じゃないかなというふうに思ったりもします。なので、まあ、ちょっと前置き長くなっちゃったんですけども、まあ、私の中でそのいつもその言っていることがあって、まあ、そのプランをそのタスクとして何かをやろうとかやらなければいけないって言ったときに、まあ、必ず その行動する理由をつけてるといいですよということを、まあ、あの、そのタスクを考えるというか、計画を立てるときに、あの、あった方がいいかなというふうに思ってます。で、理由っていうのは、変な話なんですけども、どういう理由でもよくて、あの要はその、まあ、やりたいときはね、その <laughs>、やりたいっていう理由でいいと思うんですけども、 やんなきゃいけないとか、やらされてるっていう時に、まあ、何か理由がないと、やっぱできないんじゃないかなと思ってるんですね。で、まあ、それは、その、お仕事だからお金のためとか、その、誰かのためとかっていう、そ,そういう、なんかこう、自分じゃない理由のことでもいいんだと思ってるんでね。要は、うん、割り切れるような理由でもいいと思うんですよね。 なののでもうその行動するとは書いてあるんですけど、行動しなきゃいけない理由をくっつけなさいという、まあ、どっちかというとそっちの方があの言いたいこと、まだこの行動する理由というとまだちょっときれいごとみたいになってるんですけども、本当のところって、もうほんあの要はそれをやんなきゃそのお金がもらえないとか、そういうことの方の,その,あのさこれしないと先進まないぞっていう。 そ,そのために、まああの、やんなきゃいけないというふうなその理由をその持った方が、まあ、どうやったってやんなきゃいけないしっていうところをこう理由付けするものが必要なんじゃないかなというふうに思っています。まあ、とにかくだからその書いた以上理由をつける。理由があるから今日やるっていう。 その手帳のとこに今日やるって書くというその理由をまあ何か一つ持つということ。でもう一つはその必ずそれを書いた以上やる、うん、完了するっていうふうに決断をしてほしいということですねあの。書かされたって思っている人って結構多いというか、まあ、やらされてるとか書かされてるって。 いいうう人って結構多いと思うんですけどもただ、それをやらないと、多分やっぱり理由と同じで先進まないと思うんですね。なので、必ずその書いた以上、完了する。まあ、少なくとも手をつける。で、あの失敗したとしても、とにかく行動してみるっていう、まあ、その今日のところに書いたタスクに関してまあや、やりきる。 っていう決断をまずするっていうこと。まあ、この二つがすごい大事かなというふうに思ってますっていうのが、まあそ、その計画っていうところの、えー。重要なところで、まあ、あの、これができてないと。結局、まあ、絵に描いた餅というか、あの、描いたはいいけど、明日にしちゃおうかなとかやらなかった。 たらもうあのできなかったんだからしょうがないなって言って、まあ、消滅しちゃうとかっていうことになるんでしょうけどもやっぱりそれって多分どこかでやんなきゃいけないとかあとでやってなくて後悔するってことになると思うんでまあ,あの書いた以上必ずまあ完了させるということでまあその完了させるための計画というものを立ててくださいというのがまあ計画っていうところのあの 重要なポイントにななると思いますなんであのよくこの手帳術なんかで書用されているようなそのとりあえず書いてみるとかその大それた目標だけど書いてみるとかっていう話ではなくてもうその一日の中のそのまさにやろうとしていることなんでそんなところにまでその大それたことだのできなくてもいいとかってそんなことありえない。 なので、もう本当の泥臭いところなので、必ずやるっていうふうに、まあ、決めてくださいと、決断をしてくださいという、そんなお話になるんじゃないかなというふうに思いますということです。ということで、その私の中のその計画っていうのは、まあ、そんなえ決断をしましょうというお話でしたということです。えー、今日の動画は以上となります。 最後まで視聴いただきありがとうございました。運のたかしがお送りしました。それでは。